はい、どうもありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、ある運送会社で発生した労災事案についてご紹介をしていきたいと思います。こちらの労災事案というのは、運転手が仮眠中のタンクローリーが一人でに動き出し、そのまま海に転落してしまったことによって、ドライバーが亡くなってしまったというような非常に痛ましい災害の事例なんですね。それではどういった経緯でこちらの事故が起こってしまったのかということについてお話をしていきましょう。こちらの事故については、厚生労働省の労働災害の事例の中で広く一般的に公開されている情報となります。まず発生状況としては、海に隣接した事業所で被災者は積載荷重10トンのタンクローリーで魚油、つまり魚の油を輸送する運搬作業に従事しておりました。当日タンクから魚油をコンテナに移し替える作業を3回予定しており、2回目の運搬が完了し、タンクローリーへ魚油の3回目の充填を完了したところで昼の休憩となりました。その際に被災者がタンクローリーの運転席後部で休憩していたところ、突然タンクローリーが車両前方に向かって動き出しました。タンクローリーは当該事業所敷地を出て隣接する 9.3 メーターの接岸道路を横断し、被災者を乗せたまま海に転落した。タンクローリーには歯止めは使用されておらず、サイドブレーキも引かれていなかったというのが現場の状況となっております。こういった事故を防止するために必ず輪止めを使用するということを、これからトラックドライバーになるという方々についてはぜひ覚えておいていただければと思います。今回事故が起こったタンクローリーに関しては、10トン積みの車両となっているんですけれども、簡単に言うとトラック自体の重さがおよそ 9.8 トンから10トン弱、それに10トンの荷物が乗せられるということになりますので、およそ20トン程度の車両総重量になってくるというわけなんですね。20トンもの重量がある車をパーキングブレーキをかけず、さらに歯止めも設置せずにそのままの状態でですね、構内等に停車させた場合、十分に一掃する可能性というものは発生してくることになりますので、こういったシチュエーションにおいては、たとえ短時間の休憩であっても歯止めを行うということについて重点的に実施をしていただきたいと思います。ライトソロンでは以前お話をしたことがあったと思うんですけれども、車両に装着する歯止めというのは、大型トラック、4トントラック問わずですね、必ず3点止めという形式で行うことをお勧めしています。この3点止めの歯止めというのは、こちらの画像にも掲載されているように、まず歯止めと歯止めの間をロープで結び、さらにその間のロープを運転席側のドアハンドルに S 字フック、もしくはカラビナによってきちんと引っ掛けておくというような措置を講じるというような形態になっております。この3点止めという形態の歯止めを行っておくと、まず運転席に入るにあたって歯止めを外さない限りドアを開くことができない、つまりエンジンをかけることができないので発進することができないという状態になります。これによって大型トラックが歯止めを外し忘れて発進してしまったことにより、歯止めを吹き飛ばしてしまうという事故を防ぐことができます。今回の事案については、車両の中でですね、キャビンの部分で仮眠を取っていたというような事案になっておりますので、完全に運転席から離れてしまっているという関係上、絶対に歯止めを装着しなければならないというような状況でございました。ただ当該ドライバーについては、こうした車両の一掃防止措置について何ら実施していなかったということですので、トラックが一人でに動き出し海に転落してしまったというような事案になってしまいました。こういったキャビンの中で休憩を行うという場合についても、ぜひ積極的に3点止めタイプの歯止めを使用し、車両を発進させる際にはどのような理由があっても一度キャビンから降りて車両を一周回り、車両の周辺に障害物等が置かれていないか、あるいは歯止めを外し忘れていないかということを目視で確認してからエンジンをかけ車両を発進させるという手順を癖がつくまで練習しておくということも重要になります。ただしそうは言っても、この動作を 100% 365日実行することができる乗務員というのは極めて数が限られてまいりますし、実際に毎回毎回そうした歯止めの措置というものを行うということが極めて難しいというような状況に置かれている荷受け先等もあると思います。そうした場合は、歯止めを装着したトラックの中で仮眠を行う際に、まずエンジンのキーを助手席側のグローブボックスの中にしまっておく、あるいは運転席から通常手が届くことがないような場所にあえて隠すようにしまっておくというような対策を取っていただければと思います。なぜ鍵を自ら隠してしまうのかというと、そうした普段とは全く異なる場所にエンジンキーを置くことによって、なんでこんなところにエンジンキーを置いてしまったんだろうということを一度自分の頭の中で考えることによって、仮眠を取る前に自分自身で重要なことを行っていたということを瞬間的に思い出すことができるんですね。
簡単に言うと、あれ、なんでこんなところに木を置いたんだっけというふうに考えることができるので、あ、そういえば輪止めをつけたまま寝ていたんだということを思い出すことができるわけなんですね。こうした対策を講じないでエンジンキーを差しっぱなしにした状態で仮眠を取ると、目が覚めた段階で容易にエンジンをかけることができてしまいますので、そのまま発進し歯止めを吹き飛ばし、周囲の人間や物品設備等に重大な損害を生じさせてしまうというような労災事故に至る可能性が極めて高くなります。ですので、車両で仮眠を取る際にはまず容易にエンジンの再始動を行うことができないような状態にして、エンジンをかける際に鍵を探すという一段階を踏まなければエンジンをかけることができないというような状況にしてしまえば、無意識のうちにエンジンをかけて車両を発進させたことによって歯止めを吹き飛ばすというような事案を防ぐことができるという点についても覚えておいていただければと思います。この歯止めというのは大型トラックの一層の防止措置として極めて有効なアイテムになってくるんですけれども、逆に大型トラックのタイヤに対する保持力が強い分、万が一これを外さないで車を発進させますと非常に高速で歯止めが吹き飛ぶことになります。この歯止めというのはですね、一見軽そうに見えて実は1キロを超えるような重量があるものというものも存在いたしますので、それが大型トラックのタイヤに踏み潰されて吹き飛んだとなると、周囲を通行している歩行者等に当たった場合、容易に死亡事故に発展する可能性がある、極めて危険なものでもあるんです。安全のための器具も状況によっては人の命を奪うことになる、いわゆる凶器になるということも十分に配慮していただいて、ぜひ先ほど紹介した3点止めという形態の歯止めを使用し、それがない場合は自分で作ってしまうというのも一つの手でありますので、ぜひ実行してみていただければと思います。歯止めの外し忘れによる労働災害事故というのは非常に数多く発生しておりますので、トラックドライバーにこれからなると、実際の現場で活躍するという方についてはこの3点止め形式の歯止めについて、その理由とですね、目的についても十分に認識していただいて、一般行動上で交通事故を起こさないことはもちろん、校内の中でこういった労災事故等を発生させないという点についても十分に認識していただいて、日々の乗務に励んでいただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の事例については先ほどもお話ししたように、厚生労働省で公開されている労災事故事例の事案についてご紹介をさせていただいた感じになっているんですけれども、今後もこういった大型トラックもしくは一般的な車両を用いてですね、業務を行っているという方々に対して労災事故等を防止するために様々なコンテンツというものも映像を通じて発信していこうと考えておりますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい。